やあアスタ君君とはなんだか縁があるみたいだね目指しているんだろう魔法帝闇、バンジャンスこれまでの実績を踏まえて二人を新しい団の団長に任命する二人のことはよく知っているつもりさそれこそ君たちが騎士団に入る前からね今言ったように王国も決して資金面で余裕があるわけじゃないなので 少しでも協力するという意味でじゃそういうことで裏切り者を捕らえることができたし盗賊団も一網打尽にできたよろしく頼むね